ホモエレクトス、またはホモエレクトスは、高深夜に生きていた人トの一種である。かつてはピテカントロプスエレクトスと呼ばれていたが、現在はホモ族に含められている。形態的特徴として、身長は成人男性で140センチメートルから160センチメートル、体重は同50キログラムから60キログラムと現代人により、かなり小柄でがっちりしているが、 感情型と、脚舎型が存在していた。体毛は濃く、背中まで、びっしり体毛が生えていたと思われる。体色は黒色、体毛も、黒色と考えられている。頭部は、ホモハビリス種に比べなくの傾斜が緩く、大きな頭蓋の容量を持つ。脳容量は9 5 0トルから1 1 0 0トルで、現生人類の75%程度。また、歯は、より小さく、 現代人に近い。行動面では、それ以前の人類よりも成功な石器を作り、使用していた。ホモ族に含められる前は、ピテカントロプスエレクトスと呼ばれていた。この学名は、ジャワ原人発見の際に作られた。ピテカントロプスはギリシャ語のピテコス、アントロポスの合成語であり、エンジンを意味した。現在は、ピテカントロプス族は廃止され、ジャワ原人の現在の学名は、 ホモエレクトスエレクトスであり、ホモエレクトスの亜種である。2015年7月現在化石として見つかっている地域は、インド、インドネシア、中国北部、シリア、イラクなどで、いずれも当時の沿岸部から 20km 以内の地域である。そのため、約50万年前にアフリカを出発してから、主に海岸を通って分布域を拡大したと思われる。 アフリカを出た理由は当時の地球寒冷化による土地の乾燥化が主な原因で氷河期の解体で済んだランドとなったジャワ島まで到達している。これらから推測される最大の分布域は東アフリカから地中海沿岸の中東、ペルシャ湾岸からインド、インドシナ、インドネシア、中国の両東半島までの沿岸部と思われる。彼らは約20万年前には中東地域で ホモネアンデルターレンシスとの生存競争に敗れて、絶滅し、約7万年前には、ホモサピエンスとの生存競争に敗れて、他の地域でも絶滅したと考えられている。ホモエレクトゥスの一アッシュ、あるいは禁煙種ともされているホモエルガステルの仲間から、ホモサピエンスがアフリカにおいて進化したと考えられ、その他のエレクトゥスは全て原生人類とは別の、進化経路をたどっているというのが、 現在の進化論の主流である。ホモ・サピエンスとホモ・エレクトゥスは数万年同時に同地域に暮らしていたと考えられるが、彼らの遭遇は極めて稀であったと考えられる。共にハンターとして獲物を追ってアフリカを出たが、約9万年前当時の人口は、例えば広いインド全体でもサピエンス数百人、エレクトゥス数千人と考えられる。これは、例えば、 北海道の山奥で希少種である雷鳥に遭遇する程度の可能性と言える。しかし、獲物が競合するホモサピエンスとホモエレクトゥスは互いに争うことはなくても、飼料技術の進んでいたホモサピエンスが圧倒的に生存に有利であったため、数万年をかけて両者の地位は逆転し、やがて各地でホモエレクトゥスは主に飢餓により絶滅に向かっていったと考えられる。 また、1960年代まで有力な人類進化説として考えられていた多地域進化説は現在では否定されているが、ホモサピエンスとの根血は種の文化が50万年前であるため可能性は残っている。近年ではかつてホモエレクトゥスに含められていた以下の化石を別種とすることが多いが、亜種とすることもある。ありがとうございます。